今日のお軸は月記憶千個の秋っていうんですが、今1年の中で一番月の綺麗な時で、まあ、2、3日前に中秋の名月があったと思うんですけれども、暑い苦しい夏が去ってその月をめでて秋を楽しむ。でそれは月一つで、まあ、皆さんいろんなことを思うと思うんですけれども、それを言葉にしたものですね。秋と月はとても深く結びついておりますので、お団子を備えてこうススキを飾って月をめでるという習慣があります。まあ、月を見て会えなくなってしまった方を思ったり、そうですね、いろんな和歌の中でも月を取り上げた美しい歌というのがたくさんあります。過ぎてゆく秋の片身にさおしかの、おなが泣く年もおしくやあるらん。さおしか、鹿の歌。秋というともう鹿というイメージになるんですけれども、この歌をとても気に入りまして、これを一つの候補にしました。で、掛け軸を選ぶ、お道具を選ぶのは1ヶ月半から2ヶ月前ぐらい、もっと考えることもあります。ずっと頭のどっかにあって、どんなテーマでどんなの風にしようかって。ススキ、それから咲き始めたコスモス、それから割れもこから、藤バカマを選びました。コスモスやススキの可愛さっていうのはやっぱりスーッとこう伸びていって風になびく姿だと思いますので、まあ、長めの柿の中に長さを利用した形の生け方、飾り方にしました。茶室の中で命があるのは人以外はお花だけですよね。だからその命をこういただくっていうことで、お庭の中で今日最高の一つだけをこういただくっていうことで、それを生けさせていただくっていう気持ちなんですね。朝お散歩しながら探してきて、その日ちょうどいいつぼみのちょうどいい大きさでちょうどいい方向に向いてくれてるのって本当1個しか2個ぐらいしかなくて、それをこう一輪いただいて大切に生けるっていう。毎年ここで桜の茶会というのをやるんですけれども、で羽衣というお能で羽衣という演目があるんですけれども、まあ、羽衣ということをメインの主題としていたので、富士山のところに雲がかかっているように見えるお茶碗で、出雲焼の、まあ、あのはけめの茶碗というのを一つ選びました。いらっしゃる方の顔を思い浮かべて、まあ、お道具を選んでいくんですけれども、中でもやはりお茶碗は直接持っていただくものなので、その方が喜んでくれるようなものをこう見繕うようにしています。茶杓のお作は、はい、こちらは海田玉光先生のお作になりまして、名画武蔵野という名がついております。ありがとうございました。ススキがあるところは全て武蔵野というふうに呼ばれます。なので武蔵野って言ったらもうみんなこうススキのこうなびいている涼しげな、まあ、月夜だったりとか、それを思い浮かべると、本当に軽くてススキの穂のようにこう優しいなびいているような、形も重さもこの繊細な感じも茶人が好む小さな可愛いススキそのものだなと思います。自分である程度歴史的な背景とか、その人物がある程度つかめていて、あ、こういう流れで来た道具なんだなって、そういうもので今日お迎えいたしましたということを言うときに、まあ、楽しくなるっていうのはありますね。
結果的にはその一番のお茶を楽しんでいただくためにっていうことなんですけど、アウトプットするものがすごいシンプルなので、さまざまなことに心を入れてものを選んでいくっていうことでしょうかね。追いつかないですね、歴史が広すぎて長すぎてね。でもだからといってなんていうか見せたがるのはダメだっていうんですね。そのいい道具をこれでもかって出すって、それは茶人じゃないっていうし、まあ、そういうふうになりがちなところもあると思うんですけど、だからそういう境地じゃなくなるためにやっぱりいろいろこう修行が大切なんでしょうねと思います。奥は深くて遠いのだみたいなね